よいしょ。あれ、ハサミなかったっけ、ハサミ。ちょうど熱いですね。端に。ハサミなかったっけ、ハサミ。どういう？あのハサミ。まだあったよね。ちょっとここか。行けます？行けないな。おお。びっくりした、今ボボンって言っちゃった。ちょっと。いた、オッケーオッケー、乗した。はい、蓋をする。あ、できました。ちょっと蓋を、はい、スイッチを、時間計算をお願いします。なるほど、中のゴミですね。ありがとうございます。全然。ちょっといいハサミ借りて。はい、どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。みんなで時計始めたぐらいの感じに入れた方がいいですよ。まだまだ。あのブクブクブクって時計始めた頃に入れて、時計終わる頃には出すみたいなんです。今日終わる頃。これ何分ぐらい？だいたいね、4分から5分。はい。見てください。この辺横から見ると見えるので。あ、そうなんだ。はい。この辺から見て斜めに。どうぞ見てください。 見えますから。めっちゃ暑い。暑いですよ。見えます、ね、2分経過。ハクさんの覗けますね。色が変わってきた。斜めから真上から覗いたらでもあるかもしれない。うちの看板は竹突っ込んでいいですか。あ、いいですいいです。ちょっと燃やし続けてください。入れてください。拭いた。そっちから入れて。こっちから、うん、はい。バランス悪い。悪い。端にね。端、うん、倒れ。はい、そこ。あ、乗せちゃって。はい、OK。大丈夫。OK。暑い。よし、タイム。37分、今。このドラム缶も頑張って燃えてるとこですが、使えるのかどうなのか。さあどうでしょうか。さあできていますか。あ、そういい。バレた。大丈夫。行って行って。どうしよう。向こうに落ちたね。あっち落ちたな。最初から入ってたやつ。これを。水分補給しながらやってより。水入ったの。すごい。これは超無理じゃんと思って。削るときに漆の器、削るときと思うと、ここです。わすごい。こんな感じです。これがどういうの、これからの問題。なるほど。わすごい。すごい。すごい。お、すいません。あ、なんかどうですか。綺麗綺麗。いい感じ。誰、次やってください。どうぞ。お、入れる。もう入れたの。成功かな。成功かもしれないね。色すごい。なんか見えた。いや、成功するかと思った。なんだろう、この粉みたいなのは。ねえ、なんか、はい、もしかしたら灰かもしれない。すごい。あ、次も私入れるか。うん、はい、入れて。はい、はい、これ取り出さないで取り出してもいいんだよ。じゃ、この前しておきます。え、うん、まあ、でもいいですけど。取っちゃった方がいい。ねえ、ねえ、浜の温度大丈夫。おお、あれ面白い。すごい。これ本当に黒？結構シャモット多く入ってないですか？それ入ってんだ。入ってますね。すごい綺麗な色。あ、うん。割れないんだ。いいよ。シャモットが多いからですね。どう？オッケー。どれだ？これなのよ。少しいいよ。
まあこの辺は分かってたから入れたんだけど、多めに入ってた。なるほど。じゃあ完璧に。どうして入れればいい？予定で。こっちから。こっちから。暑いな。暑いな。どう？これ？もうちょ手前手前。こっちこっちこっち。もっとこう。ああそっち行き過ぎ行き過ぎ。こう？こっちこっち。こう？ついちゃってる。あれ落ちた。落ちた。いいよいいよそっちやってよ。どこ行った？いやいい感じですね。なんかねくっついてたもん。あれ？くっつくとすぐ落ちる。あいいのこれ大丈夫？それの方がいい。やけどするから。ワンカット10円だ。ちょっと値上がりしたかも。そんな安くない。最初の頃10円ぐらいだったけどちょっと値上がりしたよね。ブツブツ言ってる。お、見る？50ぐらいだった。ブツ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 言ってるよ。あ、あ見える見える。本当だ。ワンカットとか言った。え、じゃあ1メートル多分そうだね。うん。ええ。あ、暑いから頑張って。まっすぐ上に。次誰かな？おー、いいじゃないですか。次は青木さん。おー、いい、いいですか？はい。あー疲れた。次だね。はい。じゃあ落書きの合間に食事ということで、今から皆さんでいただくことになります。大体ちょっとこんな感じでほぼ完了してるんですが、まだちょっと終わってない部分もあるので、ちょっと食事を取りながら最後頑張っていきたいと思います。食べてくださいどうぞ。はい、いただきます。ありがとうございます。これが北中。こちらにはお餅も焼いています。はい、お餅も焼いているところです。はい、これもいただきます。残り何個でしょうかね。3個。残り3個。残り3個です。うわー、大丈夫入りますか。はい。はい、こんな感じで入れてます。おお。あれだけの木がじっくりじっくりと燃えて、この楽の茶碗を温めています。そうするとすごく溶けやすいということですね。いやいやいや、自分でやったの。自己流ですよ。何でもできるから。うわ、教わったってダメだよ。でも日本かあれね、自分で思っててちょっと先が長いなと思って使ってみだったもらった。やっぱりホッじゃあ入れちゃいますよ。もうボン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 。あ、ロックしちゃった。そうだ、あったかくないかもしれないです。それまでどうだ。おむつ。おむつです。もちろんもちろん。ちょっと味が厚さ的にはちょうどいいかもしれない。一回お湯入れて温めた方がいい。あ、そうですね。本当はね。本当はそうですね。好みじゃない？さすがに泡が立つね。そういったものじゃないよ。自由にやってください。もう好きにやってください。しきたりは関係ない。しきたりはもう関係ないので。一応お手習ってるから。あ、そうなんですね。そうなんです。それでは。美味しいでしょうね。あ、すごい上手。うわ、上手。さすが。さすが。さすが先生。この泡の粒といい、最高じゃないですか。金魚の目は潰してくださいね。あ、金魚の目って言うんですか。大きな金魚の目って言って潰してください。じゃあ、もう他にはいっぱいありますよ。大丈夫ですか。うん、あのお湯入れます。お湯入れます。あ、ごめんなさい。ではいただきます。いや、まだこれまだあちあちなので、いただきます。あちあちでまだ使えないです。洗っちゃえば大丈夫です。上にあるんですよね。ゆりさん写真撮ってもらって。え、あ、じゃあゆりの写真撮るよ。これ少ないかな。もうちょっと入れますか。いや、水木のニール。あの先生、墓参り作ってる先生。なんかちょっと、あ、ごめんね。いや、大丈夫。俺んちの前が以降八段だからな。以降八段いるん。B 級にいるもん。だまんなったの口の中で。これが必要ですね。これでこれを持ってニューヨーク行ったんですよ。でも向こうアメリカでやってきたんですよ、お茶会はね。すごい。あのチェックが入って。何なんだ。
嘘。全部開けられて、主役を入れて、でこれなんだみたいな。最初は反応が出なかったみたいで、じゃあいいぞみたいなことで、ね、全部開けられて、全部チェックされました、ね。普通のグリーンティーなのに。もう一回やりたいけど、いいか、いいじゃない。この後ステンレスでやっぱチェック入ったんですよ。あ、そうなんだ。あの古いみたいなのついてるの。ついてるの売ってるんですか。チョコ室付きのマウスで。飲みたいか。大丈夫です。大丈夫。はい。大丈夫。これ岡田さんだ。岡田さん。そうです、そうです、そうです。岡田先生か。最初にやってる。最初の頃やった。最初の頃やった。試しでやった。流れすぎ。空気あるね。ポチンと出て。え？ね、あれ？それ入れたの？入れた。これ入れた。これなんだ、うん。できましたよ。見てください。ほら。おー、あ、上手。あ、綺麗。上手。教えてもらった。なんか嬉しい。本当だ。本当だ。はい。落書きが終わりました。イエーイ。私の作品が5つあります。これは黒です。ここ、ゆず肌という感じでちょっと出てますね。それに銅をちょっと塗って、ちょっと赤っぽく出てますね。茶色っぽく出てますね。はい。これは赤楽です。どちらも赤楽なんですが、ちょっと色が違いますよね。こちらは中国黄土が入っています。こちらは郷土黄土が入っています。ちょっと違いますね。どちらがお好みでしょうか。はい。これは雨湯です。まあ、王妃と言われてるやつなんですが、これもゆず肌っぽく入ってます。ちょっと面白いですね。これも還元焼成をしています。焼くときにちょっと松の枝を入れて、燃やしてますね。とても面白い。全く同じものがないということなんですが、本当に、似てはいますが、同じではありませんね。雨湯ですが、こっちは溶けすぎてますが、こんな感じでとっても面白い落茶碗ができました。皆さんもとても楽しめたということです。最後には抹茶茶碗で抹茶をいただきながら楽しみました。今回の落焼きのビデオいかがだったでしょうか。もしいいなと思いましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは See you again!